この化け物がどれほど役立つ生き物か力説し続けてた魔術師の話はしたかな。血液から霊薬を調合できるからか。いや、死体を食うから伝染病が流行らないそうだ。生きた人間も食うことを知らなかったのか。知った時にはうろたえていた。持論が崩壊するからな。戦局は我々側に厳しいようだな。我々側？北方諸国側だ。ラドビッド王国のことか。今やテメリアもエイダーも滅んだ。ラドビッドは勝利した暁には国境線を戻すと約束している。信じてるのか。人は何かを信じないと前に進めんもんだよ。行ってみるか。助けてくれ。行ったか。ああ、出てこい。あんたらのおかげだ。馬と一緒に死んじまうところだったよ。運が良ければな。馬は即死のようだが、グリフィンは獲物をなぶり殺す。生きたまま肉を食われるんだ。ああ。お礼をしなきゃいけないよな。礼はいらん。助けたかったから助けただけだ。ウィッチャーは冷たいとか報酬なしでは動かないとか聞いたんだがな。腐った麦わらから生まれるネズミと同じ迷信さ。足跡はどうだ。言った通りだ。街道に続いていて、そこで分からなくなってる。誰か探してるのか。ああ、中くらいの背丈の長い黒髪の女性だ。見かけてないか。いや、でもこの辺で宿屋といったらホワイトオーチャードにしかないんだ。旅人がよく訪れるから何か分かるかもしれない。ちなみに宿屋の主人はいとこでね。ブラムの紹介だといえば家族同然にもてなしてくれるよ。いい考えだ。その傷も何とかしないといけないしな。かすり傷だ。まあ貯蔵庫から出したての冷たいライウイスキーがあるなら話は別だが。行こうか。ロージ、走れ。